お声ジャイアンツは厳しいですよ。ピアスなんかうるさいんです。お声はこの主催者と面識があり、酒を飲み、タバコを吸うなど楽しんでいたという。参加者から、写真撮影や、サインをせがまれるや気軽に応じ、バットを握り、バッティングフォームまで見せるサービスまでも。さらには、谷町にタワマンに住ませてもらっていること、古巣楽天に移籍の交渉をしていたこと。ジャイアンツは厳しいですよ。ピアスなんかうるさいんです。などと、裏事情までも明け透けに語っていたという。タワマン住みなのか。さ。お声にも谷町つくもんなんやな。マジかよ。ストイックな性格だったら、今頃ポスティングシステムでドジャース入りだったかもな。メジャー行ったら、六本木で遊べないやん。率直に言うと、やっぱりかという気持ちです。正直、このオフの過ごし方からは、移籍会見での覚悟が伝わってこなかった。ポーカーが好きな夜で、港区で、夜遅くまでポーカーで遊んでいる話が、広まっていましたからね。何かしら私生活の様子が報じられるのは、避けられないと思っていましたが、それにしても早すぎますね。早すぎませんかね。それなわら、これ巨人移籍後の話だったのかよわら、最近じゃん。清原ピアスしてなかったか？茶髪やヒゲにうるさいだけで、中身は伴わない伝統。なんで宴会の会場にバットがあるんだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。